願いしてます。ん、濡れ衣を着せられた先生に。私に？はい。着せてないよ、濡れ衣なんて。僕は知っています。何を知ってるのかな。さっきですね、はい、あのメイク室でジェシカさんにですね、うん、冷蔵庫あるじゃないですか、うん、メイク室に、うん、あの中にアイスクリーム入ってたでしょ。なんで？あの中に、冷蔵庫のあん中にアイスクリームが入ってたでしょ先生食べたでしょ、先生が。僕のせいになったんですよ、あれ。まあ、先生食べたっけ。絶対食べた、絶対食べた絶対。 Hello everyone, welcome to our 3-minute English。 いつも僕のせい。はい、皆さんに挨拶してください。あ、こんにちは先生、じゃない、こんにちは皆さん、よろしくお願いします。今日のフレーズいきましょう。はい。I'm not a big fan of baseball. 野球はあまり好きじゃないんだよね。これ結構分かりやすいと思うんだよね。はい、not a big fan of 何々。何々はあんまり好きじゃないって意味になるんだよね。へえ、うん。ビッグファンじゃないってことですか。そう。まあ、普通はね、はい、I don't like baseball って言ってもいいんだけど、はい、それよりもちょっと柔らかい感じがする。へぇ、うん、ね、そうなんですね。はい、じゃあ、例文お願いします。はい、OK。お願いします。はい。A. Would you like to try some sushi? お寿司、いかがですか? B. Actually, I'm not a big fan of seafood. 実は、魚介類って、あまり好きじゃないんです。うん、っていう時あるよね、お寿司。ああ、僕は大好きです。私も大好き。本当ですか？アイスクリームも大好き。はい。次行きます。僕は魚丸飲み派ですよ。はい。お寿司じゃないじゃん。Two. はい。I'm not a big fan of coffee. I prefer tea. コーヒーはあまり好きじゃなくて、紅茶の方が大じゃない。紅茶の方が好きです、うん、そうね、はい、prefer っていうのはね、はい、何々をより好むっていうことなので、はい、紅茶の方が好きなんだよねっていう時に使いますね。あ、これ先生のことですか。そうですね、あ、うん、私コーヒーも、まあ、好きなんだけど、はい、紅茶の方が好きかな。そうですよね、まあ、紅茶とアイスクリームって感じですよね先生。 Example 3A I have tickets to a baseball game. Do you want to go? 野球のチケットがあるんだけど行きませんか。うん、B. Thank you for asking, but I'm not a big fan of baseball. Why don't you ask Tom? え？お、お、え？あ、すみません、もう一回。トムが出てきました。はい。Thank you for asking, but I'm not a big fan of baseball. Why don't you ask Tom? ありがたいけど、野球はそんなに好きじゃなくて、トムさんを誘ってみたら。うん、そういうことね。え、トムさん。野球好きなんですか。トムめっちゃ好きだよ野球。相撲も好きでしょ。相撲も好き、まあスポーツ全般なんでもない好きみたいなね。なんてですか。口まめてないですよ先生。文句のが映ったね。いやアイスクリーム食べたからですよ。で僕のせいにしたからですよ。本当にもうジェシカさん聞いてます。あ、終わった。I'm not a big fan of。 皆さんよかったら使ってください。僕はアイスクリーム食べてません。はい。さよなら。また見てください。